はい、こんにちは、くんです。ということで、ギャーティック、ガウガーティック、ギャーティック、ガーティック、ガーティック、ガーティック。ごめん、デポンいるから、ドイツ語の読み方に合わせたガーをギャーと読みます。学のあるコノさんなら分かったと思いますが。いや、すいません、今のノリでデポン一言も言葉発してないんですが、それについてはどう考えるのか。デポンさん、そうなの？いや、嘘だよ。やろうね、じゃあ。やります。デポンに合わすぎる。言葉失っちゃった、俺。よし。今回は何にしよっかな。ここにいるメンバーの中から選ぶか。いや、私ちょっと真面目に書いてほしいからシンプルに出すわ。すごい上手い絵が来ることを待ってます。マジで変えられる？いや、変えられるとかじゃない。これ2回目のお題なんか合わせません？なんかその人が今欲しいものとか。あー、じゃあそれにしようか。そういうちょっと面白い要素入れてもいいかも、2回目。なるほどね。1回目は普通の回答。なんか思想が透ける感じのも。思想が透ける感じの。やばい、デポンさんの思想の強さがあらわになっちゃう。デポンの欲しいものちょっと気にならんでも、普通に。あー、なるほどね。感情とかじゃない。でしょ、とんでもなく失礼なこと言ってるぞ。感情。まあまあまあ、冗談。じゃあ、なんかちょっと思想が透けるような内容にしておきました。なんかお題。あ、もうすでに。あ、もうすでに。私も普通に違うの書いちゃった。いや、まあ、いや、まあ、いや、俺の個人的に最近興味のある内容書いたわ。何も出てこない。だよ、これ。すいません。俺、くんさんのお題来たわ。頑張って。やっべよ。あ、書けっかな、これ。え、わかん、え、ちょっとわかんないんだよな。どうしよう。いや、こんな色だったっけ。簡単なんだけど、簡単じゃないのが出てきました。え、普通にこれに詳しくなくて全くわからないって感じなんだけど、どうしよう。思い切って追っていく、書いちゃう。ちょっと待って、俺なんか知らない単語入ってきてやばい。こんな単語知らないぞ、ガチで。やっべー、マジで。ああ、もう最悪だ。うわ、なんでよりによって。ついてねえ。うわ、マジか。いや、人間なんだよな、これ。つまり。違うな、これ。いいのかな？俺こんな絵描いちゃっていいのかな思ったけど。ちょっと待って、これダメだ。国旗がわかんない。え、こんな国旗じゃなかったかな、確か。こんな難しい国旗なの？いや、なんかもう一個なんか知らない地名が出てきて。おお。チリ弱いんだよな。待って、想像しよう。チリ弱いのはわかるけどさ、ここにチリ強い人っている？あ、確かに。確かに。このお題を出せる人が確かにいないもんね。いや、ね、そうなんだよね。くんさんです。これはくんさんです。ああ、じゃあしょうがないや。いや、くんさんでもなんか言葉発しなくなった。え、配慮してる。今頑張って書いてる今。集中してる今。カッシュウチュ入ってる。間に合わんこれ。え、でも俺も間に合わねえこれ。かわいいこれ。いいね。怖い。ナッシーが言うとなんか怖い。やっべ、俺チンチクリの化け物できちゃった。あー、どうしよう。何やってんの？化け物。絵描いてんだよ。チクリの化け物。え、ごめん。これがどうしても私わからない。なんか何を描けばいいのかすらもうちょっとわからない。やってんすか。頑張れよ。え、なんか争い始まるこのゲームで。そんな、なんかこう殺伐としたゲームだっけこれ。いやいや、盛り上がりかけるから頑張ってプロレスしてるんですよ。なるほどね。プロレスじゃなくて俺はガチだけど。あ、やるかマジで。あの、ちょっといいかもしれない俺。なにいいのかかけてるかもしれない。出来上がってきた。これは伝わるといいな。え、ごめん、マジでごめん。え、でも、私これ限界なんだよ。こうするしかないよな。待って、これ想像で書いていいのかな、俺。そういうことか。あ、まあまあ、こんな感じでしょう。え、なんか違う気がするけど。ごめん、これもひどい。ひどすぎるけど。知らない。あ、やばい、時間が。間に合え。あと、間に合ってくれ。10秒しか。許されるのかな、これ。許されるのかな、これ。オッケー、まあ頑張った。おお、どういうこと。頑張った。変なの出てる。ちょっとこれなんだよ、これなんだよ。こんなもうこれ以外なくね。え、待って、まあもうこれしかない。いや、この時間でこれ書くのは限界だよ。なんでこっちだけ黒いんだろう。よし、これかな。え、こんな色なんだこの。ピカチュウ、わかんない。多分クンさんが書いたんだろうなこれ。限界じゃない？それ。多分相当頑張ってるこれ。相当限界だよもう。
怖いな、なんか難しい。できる限り、できる限りやった。絶対コノのお題なんだよな。俺に回ってきたの。いやそんな難しいお題出してないですよ。ってことはあれ系か。コノさん最近ハマってるもん。どうせナッシー来るんだろうな。どうせナッシー関係の来るんだろうな。もう分かってるよ。おお。待って。おふざけんなこれ。俺2回俺書いてるけどな。そりゃこれクンさん頑張ったわ。え？来たんだ。え？絶対これだろ。え？何これ何これ、ちょっと待って。え？なんだクンさんがめっちゃ困惑してる。いや、な、何を書いてほしいのかがよくわかんない。そんなお題あります？いや、なんかこうどっちなんだろうみたいな。あ、それナッシーかも。どっちなんだろう。あ、それはもうヒーリングじゃないですよ。任されてるんだ、じゃあ俺。そうで、ナッシーも正直あれ来た時わかんなかった。価値無効になっちゃうこれ。ね。なんかこれ知らないよ。知らないよ。知らないよ。何何何。なんかもう多分この人が悪い。知らないよこれ。もうそれしかない。知らないよ。恐ろしいものが来てるらしいな、くんさんのところには。恐ろしいかは別として、なんか意図不明みたいな。作者の意図不明。こんなわけわかんないの来たんだ。え、うん、わけわかんない。意味がわかんない。その元の絵を見たい。何を思ってこいつはこれをなんかこう出してきたのかみたいな。ちょっと文学的な感じですか？いや、文学というかなんかこう、うん、通常使わない言葉が使われてるみたいな。通常使わない。あれ？ドイツ語？あ、まさかデポンさん。え違う、こういうとこ。どうやら違うな、この反応。どんなことをくれる。じゃあ俺にもそれ流れてくるってことか。まあそういうことになるね。俺のせいじゃないよ、これだけ。うわー怖いよー。いいね、もう一人絵描き終わってる人いる。7分の2。うん、俺終わってるよ。どう、のんじゃさん。もう簡単だよ、普通に。ただ次の人は困るだろうなって感じ。早押しじゃねえかよ。困るんだ。迷惑かけてる。やばい。あれだな、文字起こしはまだいい。俺さ、絵を描くフェーズが来ないでほしい、難問系は。待って、どうするんだ。あ、来るぞ。夏休みだろ、夏休みじゃねえだろ。何か、よく考えたらこのお題めちゃくちゃ矛盾してるって思って。めちゃくちゃ矛盾してる。え、わぁ、え、うん、頭に何乗ってるんだろう。あ、こいつ誰？あ？いや、わかる。これ書いた人はわかるんだけど、誰がこのもう一人がわかんねえな。が、え？うわ、これ絶対なんかのエピソードなんだよな。やべえ、わかんねえ。どうだろう。いやでもこのお題いいな。これのじゃかな、このお題出したの。でも簡単だって言ったよな、のじゃが。お題マジでただの一言だよ、普通に。一言。あ、なるほど。え？いや、確かに一言でも表せるなって思った。え、これお題出てこなかったから、スッて出てきた言葉だからな。ほほー。ちょっと待って、何これ。うん、あー、こういうことか。あのさ、これさ、なんだよこの思想どころか、もう人が死んどんねん、これ。人が死んでん。え、これ一人人殺しにされるぞ、これ。いや、わかんねん、ちょっと待って。いや、これ難しいな。むずい。おお、みんな難問来てるんだ。来てます。なかなか自信あるって言いづらいな。これの逆だから。え、色どんなの。そんなの通過したっけ俺。そんなに描いたっけな。どっかで湾曲してるんだろうな。え、でもなんかめっちゃ簡単なお題一個あった気がするんだよな。コノさん喋んなくなっちゃった。熱中して喋んなくなっちゃった。いや、デポに憧れてます。まあ、学歴高いしね。学歴高いし、絵うまいからちょっとやっぱ時間かけないとなと思って。時間はみんな一緒だわ。ごめん。なんかナチュラルに悪口言ったな今。
いやデポンマジで絵うまい。なんか昔なんかバカにしてたなんかデポンの絵じゃなくなってるマジで。多分あれなんかもう狙って描いてるよね多分あれ。めちゃくちゃうまい。マウスだからじゃない。あれマウスやってんだ。マジでうまい。なんかのじゃじゃとかそのレベル。のじゃじゃめちゃくちゃうまいけど。マジマウスだからな。あはい、すいませんでした。すいませんでした。すいませんでした。どうしよう、ごめん、デポへのフォローが。デポン。デポン。でもめっちゃうまい。マジでうまい。デポン。もう、これやばいよ。これ思想強いなんてもんじゃね、本当に。なんだな、こんな。なんでこんな争いが生まれんだよ。争いが生まれてんの、なんか、何かの。よくすごいお題来たみたいな。多分、僕のところに最初に来ました。くんさんのお題です。そんなひどいのは出してないよ。いや、一個強いのあるよね。YouTube に怒られそうなやつがある。いや、怒るのかな、YouTube ってそういうの。でそういう動画普通に出してくるもんな、YouTube。なんかニュース的な感じで。まあまあ、ニュースだからじゃないですか、やっぱ許されてんの。そうなんだ。あれだもんな、なんか。広告で。だからそのゲーム実況すると広告剥がれますよって LINE のゲーム出してくるからな。DMM やめてほしいがちで。DMM の広告結構際どいよね。OK。立体感もある。立体感よし、これだね。さあ、どんな仕上がりになるんでしょうか、皆さん。どうですか、今回の出来栄えは。いや、もうギリギリ。私はね、大トロールかわしてると思うわ。みんながそれぞれどんな。オッケー。お？え？あ、何これ。え、これわかんないかも。なんだろう。え、わかんない。いや、もうまあまあまあもう見たままにしときました。可愛いこの絵描いたの。安定してさ、可愛いイラストに仕上がる参加でいる。誰だろう。オッケー。のじゃとかイニンの絵柄なんだ。なんかどんな参加者でも可愛くなる気がするけどな。いや、ひまじんさん描いたら可愛くなんなかったわ。あー、確かに。あーそれひまじん、それひまじんの、ひまじんのキャラクターの問題なんだ、あれは。あ、そうだね。でも今来てる私には、多分普通あんま可愛くならないんだけど、すげー可愛いなって思う。ほう。あ、俺あとディディも可愛くならない気がする。あ、なんだいな。それは。デポン出た出た。やばい。ヘルスカ関連なのかな。フィンランドに侵攻してる。安直すぎだろ。十分し、なぜかフィンランドに攻め込むデポン。え、ちょっとニューウォー始まってる。ドイツ出身デポルフ。フィンランドのヘルスカを刺して、人口分かる、そこだ、行けデポン。やばい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 、内容エグいって。仲良くなり、ヘルスカはドイツのデポンにやられる。これはかなりもう出せないですね、この辺。全部ピーヨンだな、もう。やばすぎる。やばい、やばい。美味しい人参を食べる笑顔のアーロンシャチャ。これ実はってどういうこと？いや、ちゃんと繋げた。てないぞ。いや、ちゃんと繋げた。シャチャ、野菜は好き嫌いするのに食べようね。はいはい、オッケーオッケー、そういうことね。はいはい。キュウリ好きだね。あはははおいおいおい。ユイが独尊。やばすぎ。我が道行き。NG。ああ、まあ、うまい。よく書いたら逆にこれ。このナッシーに NG を出す。なんかのじゃじゃいなかったなと思ったんだよ。俺ものじゃじゃ出したもん。麦わら帽子をかぶってスイカを食べるのじゃじゃ。こんなの自分で書くのかわいい。ほっこり。あるじゃん、夏休みに麦わら帽子をかぶり、美味しいスイカを頬張ったあの日を僕は絶対忘れたくない。PS。あ、ミートブのじゃじゃだ。かわいい。かわいい。かわいいじゃん。俺、日付の話かと思った。あれな、困惑してそうだったかな。え、スイカとかどこに行ったの ?8月32日。まあ、ここも実話だから。8月31日、中国でも終わらずに32日になり、びっくり。びっくりするよね。学業を答え、原神。え、何それ生きてない。やばいのよ、トム。ずっと原神してるよ、トム。ああ、はいはい、わかった。トム、ああ、そういうことか。
意思が向かないコータンがいた。ガッコリがスーパーマリモンをする友を見ていやらしい笑顔を浮かべるコータン。あ、これか。おい、誰かやらかしたやついるだろ。繋げてやれんかったと。わー、ごめんね、ポンさん。ゴッドコータン、学校に行かずにゲームしてる猫のマジを見てニヤニヤしてる。猫のマジ。あー、これ、出来横になっちゃった、俺の解釈。コータン、出来横の飼育に成功してる。おい、なん、あれ、彼の言いなってんのね。妊娠ってどう書くの？マジでわからなかった。エビフライ。あ、どっち書くんだ、うん、どっち書くんだ、可愛いね。あ、やっぱ読んだ痕跡が。これがエビフライのペアってなんだと思って。ペア、おお、可愛い、これめっちゃいい、これ可愛い。エビフライになった、エビフライが2つ、いいデザイン。おお、なんか書いてる人いた、このエビフライのやつ。これウェフライになってエビフライ。おい、俺が本物のエビフライだ、助けてくれ。なんで簡単なのに伝わんないんだ、すぐ。普通にエビフライ聞いたの、これ。陰キャ転生にいと、これめっちゃ めっちゃめんどくさそう。うわぁ、うまい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 、でも分かる分かる。そういうこと、これ頭のこれ、イカを頭に乗せたイカをって何？イカに見えちゃった。確かに見えなくて、イカを乗ってる。あー、かわいい、かわいい、かわいい、めっちゃかわいい。イカオさんの帽子をかぶる陰キャ転生かっこ朝青龍。いいね、高速飛行する。あ、これか、いうことか。なんだ、あー、なんか飛んでる、ヒーローになってる。スーパーブレイニー、空を飛ぶ。え、かわいい、やばめっちゃいい、かわいい、うまっ、やば、つばさの生えた犬に飛ぶ、うますぎ。あ、なんか悪魔になった。あ、なんか、あれ、なんか、なんか変わっちゃった、なんかボンブスサキバスネズミの犬に。え、だから全然違うものじゃない。マジ欲望だろ、これ。サキバスかなって思うじゃん、こんなの。サキバスだと思ったんだ。あ、欲望なのね、コウモリ系だから、ね、これ、あれにします。なんかお題、欲しいもの、今揃える。いや、なんかもっと面白いのがいいな。え、じゃあ分かった。あの、ライン越えするかしないかお題が出てきた。ライン越えギリギリのやつ。え、ライン越えギリギリ。え、行ったやつ、行ったやつアウト。ラインを越えるってことね。ライン越えちゃダメ。越えないように。なるほどね。越えないように。まあ確かに、ピーになるだけだ。まあ今、配信してないから、最悪なんか越えても大丈夫だよ。え、最悪、あの、最初超えても、最後、あの、超えなければいい。あ、最終的に超えない内容になっとけば OK ってこと。え、そうそう、最終的に超えない内容になれば OK。最終的に逆に超えたらアウト。え、超おもろいんだけど。いや、どうしようか。やって、俺これ、ちょっと。いや、俺怖いっすね、普通に。どうしようかな。難しいな。大丈夫、全編 P 音になったりしない、これ。いや、P 音な可能性あるよ。30分ぐらい P 音になったり。入る必要です、これ。いや、まあ、いや。あんま超えすぎてもね、ちょっと超えるか、ここ。え、これどうかな。いや、私思いっきり超えるわ、ごめん、これさ。いや、まあ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 。ギリギリだけど。いや、最終的に多分ならなそうだから。最終的になんなければ回ってこない、ね、やべえやつばっか回ってくるってことでしょ。崩れるから大丈夫、大丈夫。怖いわ、俺、震えてきた。いやあ、やばい。なんか、あ、みんなのライン声が違くてちょっとおもろい、普通に。なるほどね。見てね、動画じゃねえ、これ。こういうやつか。インカ転生いたら死ぬほどおもろいんだろうな。確かに。おー、もう最悪だ。俺がまだ見てねえ。もう、なんとなくわかった。俺、ちょっとこれ書いててかわいそう、これ。かわいそうだけど、書くしかねえよ。やべえ、時間が全然足りない、これ多分。マジで10分欲しい。いやー、これもう真っ黒だな。最悪もうなんか全部真っ黒になる可能性ある。いや、どっちに持ってってもいいんだよ。あの、真っ黒にしたくなかったら、自分が勝ちたかったら真っ黒に持ってってもいいし、駆け引きです。駆け引きです。なんかすごい、なんかさも深いことをやってるかのように言ってるけど、全然全然浅いことやってるから、これ。でもマジデスゲームの主催者みたいだった。これは駆け引きです。駆け引きです。え、待って、もう時間が足りねえ。わかる。チリ弱い、本当に。俺チリ弱いのに、なぜか毎回チリが最初に攻めてくる。幅が足りねえ。まあいいか。しかも俺が絵下手すぎてな。
ようこんなお題出してきたのほんまに。イニーさん的にはアウト？全然アウトです。アウトなお題を出した人って誰？逆に。いやこれ多分クンさんです。これ多分クンさんです。クンさん普通にアウトなお題別になんかこういうなんか設定した人普通に出すからなあの人。出す。動画投稿者のくせに。確かに。動画投稿者のくせに。やばい時間ね。やばい。危ね、俺歯がめっちゃ汚い人みたいになってた。危ない。ちょっと待って、おい絵が下手、おシンプルに絵が下手なんだけど俺。おいどうしてくれんだよこれ。おいクソ絵下手なんだけど、伝わっかなこれ。ひどいですこれ、本当にひどいですこれ。まあ何これ。これ左の人誰かな。アーケンに言わせたら何でもセーフだと思ってる、もしかして。よし、これだな。一生懸命書いても映されない可能性あるのか、ちょっと悲しいな。で多分後半全部真っ黒かもしれない。ただ声が聞こえるだけみたいな。後半伝わらなくて元に戻る可能性、なんか普通のお題になってる可能性あるよ。なるほどね。全然さあどんな映画続き回ってくる。多分もう前までしょ。多分山場は超えた。え、これ書いた人誰だ。本当にいいもいいな。誰だこれ書いたの。もうさいや、これは全然でもいけてるな。ちょっとこれはちょっとごめん、ちょっとわかんないな。なんだこれ。これ誰。あー、これよく言ってるやつか。陰キャ転生たちが。え、そんなお題ある。いや、わかんないな。全力を使う。これはなしのライン越えとか普通に気になるよな。3人がライン越えだからな。あんま人のこと言えないけど。え、でもなんかギリギリ超えるか超えないかのなんか線の上でナッシーはお題出したから。あ、本人はライン越え全然否定してる方だった。こいつ何、こいつな、こいつすごい。え、こいつごめん、ちょっと これはね、ちょっとだけ資料を見ないで。これはちょっとさすがに無理かもしれない。そんなのあるのか。俺の知ってる知識で書く。なんだ、これ知識要求されるやつあるんだ。クンさんの知らない知識はあるかも。クンさん知らないってことは結構ワンピースとかじゃない。え、なんかそういう系だよね、芸能系とか。そう知らないイメージあるから。ジョジョかもしれないし。なんでワンピース見たことないのにこんなワンピースしっかり書けるの。やっぱワンピースなのか。あれかな、あれな気がする。デキさんもワンピース好きそうだからワンピースお題出してそうなんだよな。いや俺は別にそんななんだ。わかんないです俺ワンピース。インキャさんとかもめっちゃ好きだよな。インキャ先生ワンピース好きって感じだけど、あいつ普通に途中までしか読んでないよ。そうなんだ。うん、別に履修してないです。最初対して全然にわかじゃん。普通ににわかだよあいつ。世界政府とかいう名前にしてるけど。よし、完璧。まあいいやこれで。別に この人はまだ雑に書いても許されるだろう。不誠実じゃないかそれは。高田が隣国の王。隣国の王、何の話してるんだ。王国ってあったっけな。頭の上に黒い電話が乗ってますか。それ違うゲームだ。それなんか特定するゲーム。それ乗ってますよね。うーと強く関係している。部分的にそう。タイだな、どっちかというともう。あ、でも部分的にそうか。別に、運は別にそうか。別に、あいつ工作員でもなんでもないか。この動画やばいわ。さまざまなところから怒られそう。いや、何系に行ったのかだよね。なんか、国際的にアウト系に行ったのか、ピンク系に行ったのか、それともなんか、ネタバレ系に行ったのか。結構、だから、ライン越えっていろいろあるから。え、ピンク多くない？てか、俺、もしかしたら、俺、絵うまい？何これ出た、来ました。え、これちょっと待って。いや、うまいんだけどさ、俺ちょっと見たまま書くわ。いや、めっちゃ柔らかく表現してこんな感じって感じだな、ごめんって感じ。OK、 これでめっちゃうまいよ。修正できたはず。見たまんまいきます今回は。いや、修正しました。え、違うか。いや、見たままじゃねえ、俺が書いてんの。
これでも本当にいろんなジャンルのあれあるな。デキさんがこれ書いたってこと。なんか2連続で、ね、なるほどね。2連続で来たんですけど。いやこれちょっと待って。全然ライン越えじゃない。丸くなった。丸いっていうか、 なんか普通になんかめちゃくちゃ丸いというか。あ、そういうライン、そういうラインの越え方もあったのか。え、でもさすがにもう時期が時期だろ。何何、怖い。ラインの越え方をまた一つ学んだ出来横だった。こんなん、いやなんか、最初がどうライン越えだったのか普通に想像つかないんだけど、何これ。そんなに普通のなんかあれが来たの。普通どうだい。え、そう。じゃじゃとかやる。いやちょっと待って。まあね。え、ちょっと待って、書けねえって。え、またし、いいや、こんなんで適当で一人書いちゃおう。やばい、円が書けねえ俺。深淵じゃねえんだよな。だからツールが使えねえんだよな。頑張るね。俺初めてこの男かわいそうだと思ったわ。最近あれなんだよな、この男なんか打率がいいんだよな。めちゃくちゃ打ち上げてる。打率のいい男か。そうそうそう、来た。めちゃくちゃいっぱい打ち上げてる。野球選手。ここ数日でいっぱい打ち上げてる。なんか分かっちゃった。え、違うかな。台風が終わってすごい気分いいんだろうな。え、そっち違うな。あるか分かんないけど、確定は確か YouTube 剥がれる周期。まさに経験だ、もしかして。いや経験、いやなんか剥がれてる YouTuber がいた。ダメなんだ。うん、ダメらしい。タイトルにがつい確定って使ってて。そりゃそうだろ。まあそりゃそうだろうなみたいな。普通に剥がれてた。なんか Uber でも頼もうかな。飲んだな、余裕だな。余裕だな、本当に。こんな髪型だったっけな、この人。多分なしや、あの人だろうな。そう、あの男よ。まあ、最近あれだからその男ちょっとスキン変わっちゃって見本がなくなったからな。え、嘘、いたの50人クラフトにこの男。あれ、もしかして俺と違う男を想像してるなしさん。いや、わかんない。ワンチャンナッシーがにわかなだけかもしれない。いたっけ、この人。違うのかも。違うかな、この人って。そんな人いるの。そう、この人50人クラフトにいたら結構まずいけどね。いや、じゃあ 100% いなさそうな人ってこと。それでもしいたらナッシー、とんでもないことになるために、その発言。確かに、ちょっとかわいそう。あ、待って、あ、そっちか。ごめん、ナッシーさん。ってどういうこと。あ、そう、そっち。そうそうそう。いや、なんか今まで来たお題とかを考えて、もう、しょうがない。これで行くしかない。せっかくだし、線香を立てとこう。線香。人が死んだの。かわいそう。人は死ぬぞ。なんだこれ。これ50人クラフトにいたんかな。あえ、ちょっと待って、これ何この。え、これ。いや、わかんねえ、俺、くん。いや、なんかそういうのわかんねえから、このアルファベットが意味してるものがわかんねえ。悪いわ、これは悪いわ。これは悪いよ、デキさん。悪いっす。これ悪いっす。いや、でも、なんか、世界線のディスコードいたら、いや、2日に1回ぐらいこの話聞かされるから。でも、結構経ってますよね。公開されてから。ひどい。これわかんない。このアルファベットが表してるものがわかんないな。アルファベット、やべえ。早く結果発表見たい。絶対面白いって。いやわかんない。俺が知ってるこの文字が意味するものはこれなんだよ。なんかそんな連想ゲームみたいな。いや絶対違う、これ絶対違うよ。お時間でございます。よし、これちょっと楽しみだな、みんなの見るの。絶対あのお題くんさんだろ。まっす。実際に炎上した発言集の中から一番好きなやつ。そう書くしか勝てない。これなんだ、ごめん。あ、ちゃんと閲覧したんだ、ちゃんと。何これ。そうでしょ、カイジとサッハラ。あー、いや、ちょっとね、あの二人顔濃いからさ、書くのむずいって。確かに顔を噛む切ったなぁ。サッハラが分かるから。になってる。震度を否定して意気投合する二人。線超えてる。おい、長月とデポン。あれ長月デポンを決して今後に二国が交わらないであろうこと、神が予言って。あの最後にダメにしてきた、なんかもう。最後にダメにした。ダメます。ドイツの英雄デポン。
あーなるほど、これ全部 D ですね、うまい。これヤクザに返されるドイツ国籍のデポン。なんか加え、デポンが加えさせてない。あ、俺間違えデポン G で勝利受験法を取得。あー、やっぱり普通になった。まあそれ別に、別に少林寺拳法取得してるだけだよね。これ中国に対して、おい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 、大丈夫ですか。おい、文化交流してるだけだよ。ゴミ、お前がヘイト高いだけやんけ。だから決めまくる暇人さん。あーむずいね、これはね。暇人の時を大勢の人が触りに来る。ほの、あー、なるほど、いい、これがなったんだ。なるほど、ね、俺どっちか分かんなかったんだよ。暇人千手観音もしくは大量の手が手に入れた。あー、どっちもいった。なるほどね、スタープラチナ、おら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 、暇人いかん。スタープラチナにしか見えなかった。なるほど、これマジで動画が楽しみだな。北朝鮮オタクに限界を感じ、ロシアオタクに変動するパス。ツイッターでロシア用語ツイートを連発。なるほど。ロシアは思ってない。え、ごめん。あー、北朝鮮がロシアにツイッターでロシアは悪くないと投稿。なんか違う話になってきた。そうね。あー、俺超頑張ったよこれ。ロシアの、ロシア過去プーチンのツイートをいいにしまくる。なんかプーチンって出てきちゃったからそっちにしちゃった。うまっ。おお、超頑張ったよ。プーチンリツイートお願いします。黒電話に向かいそう告げる。あってた。リツイートだった俺もしかして。あってた。あ、これでもいいんじゃない。 LINE 超えてなくない。ちゃんと聞こえてる。大丈夫大丈夫、いい感じに LINE に沿って最後めっちゃいい。ドクターメガパンクはおい、ダメだろ。おおおい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 、ドクターメガは6人。あ、そうなんだ。でも知らんかった。ワンピースにネタバレを言う歌。いいですね。6人いるんだ。リリース。これこれバカうまくないか。これが返りされる。やばい。これバカバカうまいはずだよこれ。バカうまいか。見れないよ普通に。動画で見たよ。終わってる。マジで終わってる。この辺は真ん中は映せるね。俺この辺がまだ見てないんだけど。はめられたわ。クルマクアーケン、原爆を投下。はいはいはい、はい、なるほどね。ああ、これなんかいけるかなって最後アーケン、日本へ戦術核攻撃のね、キム・ジョン、はい。あれあれ、変わったな。あれ変わったな、なんかアーケンさんの言うキム・ジョンに核のボタンを持って日本を終わる。あれ、こんな予定では。あれあれ、やれ。アーケンさん、怖っ。いいね、アーケンさん、石井さん、仕方なくミサイルを撃つ、キム・ジョン。アーケン、怖すぎだろ。カルト宗教にはまって転落し破産する、クンさん。なんだこれ。クンさんが、クンさんなんだ。これ俺だ。クンさんなんだ。朝原翔子、修行シーン、ドットピン。PNG。おー、うまい。すごい。こんなんあったっけ。孫子、空を飛ぶ。だんだん超越人力になってきた。あー、そういうことか。なんだ、え、なんだ、そういうことか。これなんだよ。そういうことか。画面のコーナーを設定に取れると。まあまあ、そう見えるわ。いや、面白かったね。これ、え、これ面白いね、この、なんか。ね、なんか決めてやるやつ。テーマ決めるやつ、面白かった。最初何割動画になるのこれ。いや、そこも決めて、私たちも楽しいから動画見て。あー、どうなったんだろうなっていう。そうそう。編集の方、頑張ってください。編集の方、頑張ってください。GGです。